はようございます。釣り子 TV です。何やらですね、富士工業さんよりですね、こう、小包みというか、何か届いたぞっていうことで、開けていこうかななんて思うんですけど、釣り子 TV、田中光一って書いてありますけどね。釣り子 TV の、はい、田中光一です。で、これ見ると、富士工業株式会社って書いてありますね。はい。まあ、こんな感じなんで、なんだろう、重さ的にはっていうね、まあ、ちょっとじゃあ開けていきますね。なんだろう、あー、はい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 、そうですね、そうですね、はい、じゃじゃーん、そういう時期ですよね。うん、あ、カタログだね。世界のテクノロジーを地球のエコロジーへっていうことで、綺麗な表紙だな、これ。富士工業の、2021ね、2021年になりました。またね、コロナで大変な状況ですけども、2021、ついにやってきたぞっていうことで、そのね、カタログですね、これね。あー、でもね、ありがたいですね。今年フィッシングショーが、ね、釣りフェスティバルかな、そういった、まあ、展示会とかがなくなってしまっているので、あ、でもね、ウェブ上で、なんだろう、釣りフェスティバルは開催みたいな感じで発表されているんで、まあ、どんな感じになるのかななんていうのも楽しみですけども、こんな感じで、カタログが送られてきましたよ、ね。わー、わー、あ、すごいですね、こう。ね。あ、へぇ、富士プロスタッフって書いてありますけど、うわ、すごいですね。田辺のりおさん、上屋敷さん、並木さん、織本さん、あ、ジーニアスプロジェクトの青木代表いるじゃないですか、ここに。へぇ、あれ？でも、こうしてみると、結構少なめというか、そんなに、はいってわけじゃないんですね。で、なんかプロフェッショナルな感じの人が1,2,3,4,5ってね。あ、そう、すごいな、青木さんってその中の一人なんだ。富士認定ロットフィルターなど多彩な顔を持つ、長年の経験や実績から導かれたニーズを独自の理論に基づき具現化することのできるプロフェッショナルアンクラーって書いてある。これすごいな、青木さん。はい、あとは、これはね、動画とかでいろいろ見ますけどね、富士の、認定ロットビルダーっていうことで、ここもまたすごいなぁ。いや、丸橋栄造さんとか、あ、浦島太郎さんとか、まあ、ここにも、ルアーショップ、ビジエア、青木さんね、いますね。その他、名だたる、ロットビルディングに、一癖も二癖もあるぞっていう人がみんな、乗っているのかなぁ、なんてね。こんなところから始まって、あとはですね、こう、これ富士の分かりやすいんですよね。自分もフィッシングショーとか行くとね、必ず一部もらっちゃうんですけども、細かいところからこのね、結構、ほんとね、ガイドって多種多様にね、サイズ展開とか形とか、あとは絡みづらい、絡み、安いとかもあると思うんで、その使う糸とかによってもね、そんなところがこう非常に分かりやすく、外径であるとか内径であるとか、あとはどれぐらいの、ね、パイプになっていて、まあ、なんだろう、その穂先とかにこうつけられるのかとか、こと細かにね書いてあるんですけども、結構まあ、ここら辺ね一部あるとですね、ちょっとした、まあ例えば竿先が折れちゃって少し詰めて、それでもって、つけなければいけないっていう、まあ、去年なんかね、いくつかね、自粛期間中とかにロッドを折れたやつ直したりするんですけども、元あったガイドがですね、まあちょっと穂先の方折れちゃってるから、もうつけ直せないね、パイプの径が小さすぎて折れたところだとつかない、そんな時とかもね、こういうね、カタログとかが重要になってきて、で、ここの、その、ね、パイプの径とかよく見てっていう感じでね、
直していく。でそんな時に、まあ、例えば SIC だったものを、最新の取る材とガイドに、まあ、穂先だけ変えてみるとか、はたまたあのティップの方にね、ちょっと重さを乗したいっていう時はあえて、まあ、その取る材とからステンフレームの SIC に変えてみたりとか、まあ、そこら辺はもう本当いろいろ調整で面白いことができるなっていうのがあって、で、まあ、この、ね、下の方のガイドとかも古いロッドから例えば最新のトルザイトのガイドにね変更してみて、昔好きで使っていたんだよななんていう竿をね、新しく蘇らせるとかね、まあ結構調子のところはねだいぶ変わっちゃいますけどね、昔の重いガイドねから非常に最新の軽いガイドに変えることによって、まあ、比較的こう竿がシャープになるなんていう印象が、ね、よくあるかと思うんですけども、まあ、そんなところもこういうカタログでね、くじの、認定ロッドビルダー、ね、こういう釣り具屋さんにこういう人たちがいるよっていうね、こういうのもあるんでここら辺でですね、相談していって例えばそのショップにプランクを持ち込んでそれでこういうガイドでこういうコンセプトでやりたいんですよねなんて相談すると多分ね認定のロッドビルダーの方たちはあじゃあこのガイドが新しく出たからこっち使ってみたらとかねそんな感じでおすすめしてくれるんじゃないかなとかね、まあ、そこでね本当青木プロなんかのあの去年の、なんだろう今勝の竿作りなんかねあれ見てたりするとあえてブラックバスでは普段使わないような、ガイドセッティングをあえて使ってみたりとかはたまたなんだろうグリップのところもね普段ルアー釣りでは使わないんだけど手が楽だからっていうね、独特なグリップセッティングをしたりとかねそういう感じでね、やっているのをね見たりしていたんでそんなところで、あ、こういうね、AT ガイドとかね、ね、こういうの、まあ普段ね、ブラックバスではね、なかなか使わないようなやつとかも、もう竿に極限の軽さを持たせるために、まあ繊細に使うブラックバスのライトリグのね、竿に乗っけてみようかなとかね、ニヤニヤ考えてみたりとか、自分だとメガバスのね、霧雨とかね、最初の頃に出た霧雨とか、そんな感じだったんじゃないかなとかね、LC ガイドローライダーガイドとかね、これ根元の方に持ってったらより P ライン絡まなそうだなとか、なんかねここら辺ほんとね見てるだけでねカタログ見てるだけでしばらくね楽しめちゃう。まあガイドのところはそういうコーナーが続いて、で気になるのがね結構時代時代で新しく出るこのリールシートですよね。でこのリールシートなんかもリールシートの特性っていう感じで事細かにねこれはこういうことなんだっていうことで ACS とかね、ABACS とかねいろいろありますね ECS TCS 結構ねこうコードネームみたいな感じでね書かれているからこれのね細かいねこういうコンセプトだよなんていうのもね細かく書いてあるんで、まあ、このカタログをね手に入れて自分のお気に入りのロッドお気に入りの握り心地の竿にはどんなねリールシートが載っているのかななんていうのをね、見ていくのも面白いんじゃないかなと。カラー展開が新しく出るよとかね、そんな感じのとかね、こうね、見てくださいよ。なんかワクワクしますよね。ファーミングトリガーシートシリーズ組み合わせ早見表とね、こんだけね、リールシートって言ってもね、いろいろあるんだな。で塗装の具合も漆黒みたいな感じから、ツヤなしみたいなね、まあ、滑りやすい滑りづらいとかいろいろあると思うんですけどもそんな感じが
タバタバタバタってね載っていますね。2021年カタログ、まあ具体的に使うところだと、このねフックキーパーですね、今もうね使い出してるんですけども、マルチフックキーパー、これなんかね本当に使いやすいの。このねルアーがカチャカチャならないっていうか、この下にね、バネ線が隠されていて、それをこれでピチッとね押さえ込むような、そういう押さえ方なんで、ね、これねほんとねダウンショットとか、あとプラグがプラプラして外れちゃいがちな時とかにね、まあ、こういう感じなんですけど、すごいね使ってみたらねめちゃくちゃ使いやすいとか ね、 ねそういうのね、これほんとマルチフックキーパー、ちょっと使っておすすめでございますとか、あとはリグスベルですよね。うん、リグスベルがですね、このフリーカシメタイプってすごいコンパクトでリグスベルできちゃうっていうね、これが新しく出たんで、これはちょっとね春先に使う機会が多くなるんじゃないかなって予想していて、春先なんか亀山ダムなんかでライトキャロライナリグとかね、好きで使っているんですけども、そこにちょっとこのなんだろうリグスベルを使ってよりねこう魚が食い込んだ時にスルスルスルって違和感なくね、バイトに至らせることができるんじゃないかなってね、そんな感じで、まあ大体3月ぐらいからねそういった感じのリグって使うようになるんで、今年はちょっとせっかくなんでこの、リグスベルを活用したねフリーリグね、フリーリグ的なライトキャロライナーなんて言ったらいいか、まあちょっと実況動画の方でねやっていこうと思いますので、そちらの方とかもねお楽しみにっていう感じですが、はい、いやいいなこれ。まあちょっとね自分はそんなにまあ語れるほど知識があるわけではないので、まあ、ここら辺のねカタログをもとにね、ジーニアスプロジェクトの青木さんとかにいろいろこれどういう感じなんですかなんてね聞いてみようかなってね、家でね竿をちょっと改造したりする時とかもね、すごいこれが一冊あると使いやすいというか、まあいろいろまあこれで当たりをつけておいて、まあ自分の場合は東京に住んでるんで、具体的に言うとサマロとかにね行って、でまあこれサマロ乗ってますけど、ここに大体富士工業のねいろんなガイドとか網羅されて置いてあるんで、まあそういう時にね行ってっていうよりも行く前にまあこれで当たりをつけて、それで実際に行って、でさらに公認のね、認定ロットビルダーの方とかがいたらそこで相談して、それでもって、釣り竿のセッティングを出していくとかね、こういう流れになるんじゃないかなっていうふうに思っておりますね。これ各多分釣り具屋さんとかでも手に入ると思いますし、どうやったら手に入るのかな、まあまあまあ、こういうカタログが続々と出てくるね、シーズンになっておりますので、気になるメーカーや、気になる、これなんかもうね本当必要な本なんで、チェックしてみてはいかがでしょうか。もう2021年のねこういったカタログが動き出してるよっていうことですね。はい、というわけで、本日の釣り講 TV はこちら、何やら富士工業から送られてきた、小包を開けてみるとじゃじゃーん、2021年の、富士工業のカタログが入っていて、こういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。また会おうぜ。